音吹川は、北海道十勝総合振興局管内を流れる、十勝川水系の一級河川。音吹は、アイヌ語の、音吹に由来する、川床勾配が急勾配な急流河川である。流域の音吹町、四幌町、上四幌町は、日本では有数の面積を誇る、畑作地帯である。蓬莱大橋にある音吹川の、河川標識北海道加藤郡。 上石幌町北西部の上川郡上川町との境界付近にある音吹山に源を発する。昔集落のあった山間部の盆地、十勝三股で中の川などいくつかの川が合流する。盆地を過ぎると周囲が次第に峡谷となっていき、発電用の取水ダムがこの辺りに作られている。日平相津山より発した幌加川など多くの沢を合わせて南へ流れる。 ぬかびら湖のある山あいを下ると、あたりは山岳風景の美しい峡谷となっている。ぬかびらダムより、数キロ下流の川岸に、ぬかびら発電所があり、少し下流の元小屋ダム調整地から、が東大一水路へ分流され、清水谷、萩川丘の集落あたりから貸し団丘を形成している、十勝平野に入る。平野部でもいくつもの消火線が合流し、上し幌町、 シホロ町の市街地の西側を流れていく。その後中シホロ、駒場といった集落の近くを流れ、オトフ町市街地の東側に移り、オトフ町、蓬来南2条の帯広市との境で十勝川に合流する。昔はかなり水量の多い河川だったが、ぬかびらダムが完成し、また上流部の取水ダムと導水トンネルによって、河川の水を、あしょろ。 本別方面へ流して発電するシステムが完成したことによって水量は現在ではかなり減っている。発電用水としての割合が最も高く、ついで灌漑用水、工業用水の順に利用されている。上流のぬかびらダム周辺から十勝三股にかけては、かつて国鉄支幌路線が通っていた。山岳地帯に鉄道を通すため、音府川の本支流には、 数多くのアーチ橋が架けられていた。鉄道が廃線となった後も姿の美しい旧国鉄四保路線、コンクリートアーチ橋梁群は残っており、北海道遺産や国の登録有形文化財にも指定されている。JR の旅行キャンペーン、フルムーンのポスターによって有名になった湖に沈む幻の橋、タウシュベツ川橋梁は、ぬかびら湖の北東部にある。 上流部の十勝三又や黒井平は昔から有名な黒曜石の産地であった。そのため、乙吹川の河原では現在でも流域全域で比較的多くの黒曜石が他の石に混ざって転がっている。ありがとうございます。